この動きしたらもう、あとはもう、時間の問題。もう時間の問題。メスがここで逃げんどけば。もう逃げてない、今これ。受け入れとくもん。ほら。俺がこの業界、盛り上げます。はい。今自分に起こっている不満は全部自分のせい。はい、どうも、ショキシです。どうも、サルです。損は？そうね。やっぱね、現状に不満がある人っていっぱいおるわけよ、世の中。そうね。やっぱね、でもそれ自分のせいと思っちゃうね。そうやってやっていかんと、俺は難しいんじゃないかなと思うわけ。じゃあこの人が嫌、そもそもこの人とおることがダメじゃん。なるほどね。別にいいやん、一人でも。俺そう思うけどね。別にね、そんな無理して人付き合いする必要はないと俺は思います。そうだろ、そうだろ。俺もそういう考えだね。もう本当にいいと思う。そっちの方が、そっちの方が人生楽しいですよ。無理してね、人と付き合う必要なんて絶対ないと思う。はい、はい、ということでね、今日なんですけど、はい、だいぶすいません、今日もね、グレーな格好です、すいません。ね、いつもこう帰ってきてね、作業着に、ね、作業する格好に着替えてやってるんで、平日のこういう撮影はね、基本的にこういうグレーな格好になってしまうことが、すいません、すいません、お願いします。ってことで、はい、今日なんですけど、はい、ね、これに行ったらうわー、まさか。久しぶりやね。はい、もう一度ね、最近登録者さんもね、ありがたいことに増えて、やっぱ見てくれてる人も増えたということで、はい、新しくね、ハンドトレーニングの方法もう一度分かりやすくやろうかなと、はい、思います。お願いします。はい、で今回ですね、はい、使用する個体、はい、やっぱり肉厚の 103.6。 おお、すごい。なんかね、ちょっとね、左顎が欠けてしまったってこと。いいね。ブリブリ。ごっつやろ。はい。はい。で、はい、前回のハンドペアリングかな。ピンセット使って。はいはい。あれで結構ね、成功された方の話結構聞くようになりますし、嬉しいことに。良かったなと思いますんで。で、いろいろ質問もあったよ。そうですね。はい。だけど、パラワン？パラワンでも、同じで大丈夫ですかっていうのもありましたね。そう、基本的に、うちにいる平田は全般的にこれでやってます。ああ。オオクワガタとか、ノコギリ関係でしたことがないんで、わからないです。できるかどうか。平田関係はもう全部俺これやってます。タラバンも、スラベシもマナド平田もこれでしたし。ああ、そうなの。全部これ。なんでね、もう一回分かりやすく説明しようと思います。はい、まずですね、ピンセット。はい、でこうやって、足場になるもの、他もう爪研ぎを使ってます。はい、でまずこのピンセットで怒らせます。もうね、だって怒らせる、怒らせる、怒らせると、これ、ね、興奮状態にさせる。これ相撲やってる方ならもうめちゃくちゃ慣れてる。いや、俺も思い出した、相撲。興奮させます、こうやって。はい。送らせます。はい。はい。で、メス。はい、メスちゃん。今回55ミリ。おぉ。こう使用します。はい。こうやって。はい、ここ、顎裏。顎裏ね。この挟ませる。この挟もうとするこの動作、こうやって、これスイッチが入るまでこうやってするだけで、これもう慣れとかもあるかもしれないけど、これだけ。ブルブルなってます。
熱くなってますよ。ほら来た、入るよ。ほら入った、手ちゃいました。あ、ほんとや。さあ、ありますか、触覚のこの。ほら、何分、1分かかってないってない。うん、そうだね。手ちゃいてます、これで十分です。返しのついたピンセット。この触覚がこの動きしたらもう、あとはもう時間の問題。もう時間の問題。メスがここで逃げんどけば、もう逃げてない今これ。いけるとこない。ほら。あとはね、メスから勝手に鉄を持っていくはず。生殖器に。ほら、メスから動いていったら今入ったろ。あ、入ったかも。あーやばい。あ、ちょっと失礼。俺来た、見た今メスから行ったろ。メスから、うん、受け入れたメスはメスからオスの生殖器に向けて行きます。これ繋がりました。はい、合体です。合体、合体完了。合体完了。上からの角度、どう、上からの角度。あー繋がってる。わかりやすかったですか。簡単でしたろ。うん、よいしょ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 。わあ、すごいね。はい、何これ、返しかなんかついとったからね。そうそうそう。ああ、やっぱり、うん、すごいな。痛そう。でも精子の受け渡し、うん、ができたら抜ける仕組みになっとうらしい。あ、そった。そう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 、返しみたいなのがついてる。なるほどね。うん、すごいね。メスちゃんすごい格好いい。アクロバティックやね。大丈夫今の。P じゃなくなるね今の。大丈夫本当。大丈夫大丈夫。アクロバティック。スポーツ的。わあすごいね。おもろおもろ。うん。ってことはその完璧にそのオスが出すまでは。で、終わりとか抜けるようになって。そう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 、だそれまではもうこんな感じなの。そう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 、はい、抜けましたね。今白いの見えとう。白いの、いや、今ね、一生懸命メスがね、これ欄干をね直してます。お疲れ様です。お疲れでした。はい、こんな感じです。はい、はい、どうでした。すごかった。初めて見たっちゃう。うん、うん、すごい音がしたの、抜くとき。うん、そうそう、抜くとき初めて見た。そうそうそう、あれよくね、結構聞かれますもんね。 あのパンって音すごい怖いみたいな。うん、うん、で、その後あのメスのお尻からなんか出てるみたいな。はいはい、それはね、あの正常です。それをメスが直します、自分で。卵管だと思います、多分。あの白い袋みたいな、あれがね、自分で直しきらんで何日間もずっと出とう場合っていうのはちょっとね、問題があって落ちる可能性がものすごく高くなる。まあ、基本的には自分でちゃんと直していくんで、あの心配はいりません。あれが正常な工具です。はい、皆さん分かりやすかったですか。これがあればね、一発です。はい、ほんと1分半ぐらいかな今日。うん、
そのくらいかな、うん、そのそれしだしたね、はい、カチカチしだしたで、やっぱその1分半でこれがあればできるし、目の前 で、うん、で確実やし、あの何より顎縛って同居とかさせんでいいし、同居してね、かかってない場合っていうのもね、少なからずあるんですよ。だからね、その長くても10分やればその慣れっていうのもあるけど、やればそれできるから、こうやって確実に。でもぜひね、あの皆さん使ってみてください。でね、1回目スイッチ入った後ね、大事故がね起こったね。あったね。そしてかかったと思ったら、メスがまさかのオスの足、前足をね挟んで、うわーなって。あったね。うん、ちょっと成立せんかったけど。でもあれ、その後取り直したのは、そのメスをにまたオスを置いただけです。まああれからはもう使ってないです。平田はね、一回ピンセットでスイッチが入ってしまうと、あのもうね、すぐ置いただけでまたかかります。だから何回でももうスイッチ入った状態だったんです。スイッチが入りさえすれば、速攻でまた置くだけでかかるんで、あの本当に最強ですこれは。はい。ぜひ、ね、あの返しのついたピンセット、ぜひ、ね、あのどっかで探してみてください。はい。でね、正吉さんすごかったって思った方はね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。